カモンピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールサプライジングストーキャーズハウス、予期しないことが襲ってくる家っていうことですかね。でこのコース名もう一つ意味があって、英語の大文字だけ読むじゃん。そしたらスプリングテイクズユーってなるんだよね。ってことはあなたはバネを運びますっていうことと思いますよ。そして説明文、運ばれるのはもう飽きたのさ、今度は僕らが君を運ぶ番だよ、バグなし騙しコース。この説明文から察するに、バネを運びながら攻略するようなトロールコースなんじゃないでしょうか。いや、バネが大好きな僕にとっちゃめちゃめちゃ楽しみだね。そしてこのコースを作ってるのはあの創造神ユートさんですよ。絶対面白いこと間違いないね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.06%。でここだけの話、実はユートさん、自分のコースが僕に動画化されると 2,3 時間は僕の動画しか見ないらしいよ。本当かって話だよな。まあまあいつもありがとうございます。さあこの土管に入っていきたいところではあるけど、まあせっかくねここに設置してるんだから、オンオフを一回叩いてみようか。何が来るんだ。こんな大量にバネを運べねえよ。こんなもん 2,3 時間も見てるのかい。開幕超バネで今気づいた、これゴール条件あんじゃん。全然気づかなかったな。ゴール条件があるってことは中間ポイントがないんですよ。はい、どうもこんにちは。中間ポイントがないってことはね、まあその分難易度も優しめっていうこともありえるでしょう。この50コイン取っていい？いやいやダメだ、下に落とされるだけだ。でも僕が取れないとでも思ってるのかい。なんだこれ。見事なカレープレイを見せたと思ったんだけどな。まさかこんなところに隠しブロックがあるなんて思わないじゃん。じゃあこいつはなんだ、うん、やっぱりキノコだな。普通に取らせてくれたね。そしてこのまま先にちょ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 。面白い。何今のやられ方、あんなやられ方したの初めてかもしんない。やっぱバレ系はたまんねえぜ。じゃあここどうすればよかったんだろうな。キノコを取ってすぐ上に逃げてみようか。こっちに逃げれば大丈夫で、こいつはフラワーじゃん。君を取っていけばよかったんだね。さあ土管に入っていこうか。さっきの引っかかり方がまだ残ってる。まだ積もってしまうわ。ここでバレゲット、ゴール条件はゲットできたけど、お前だけ行ってこい。上に行くのは危険すぎる。じゃあ一緒に行こうか。一緒に行ってもなんか引っかかる予感しかしねえな。ここでフラワーちゃんが出てきましたけど、いや待って、ここで一旦チビになってみようか。もうそんなところにもバネ設置すんだって。でチビになって左に行って隙間を抜けるみたいな。抜けさせろよこの人。またバネ死ぬって。このコースしたらさ、ちゃんとねあんまり笑わないで実況していきたいなと思うんですよ。実況でさあんまり笑い声が多くなってもあれじゃんか。だからさあ、笑ったら即終了やっていこう。だから僕は今から何やっても絶対笑わねえぜ。このバネを持ってっていいのかい。持っていくことが実は不正解とかいうこともありそうだけど、上に投げろということがバネよ。じゃあ上に投げてみます。さよならバネよ。ダメだ、こういう系マジでダメだ。もう出せってそこ、せめて上に行かせろって。邪魔すんな。バネ、みんなこのコースを実際にやってみて、笑ったら即終了やってみて、多分 2,3 分もたないと思うからさ。じゃあ上に投げて、上を失敗、上に投げて。そこは入れよ。いや本当にね、この動画を再生してくれた方ありがとうございます。でもね一つだけ言いたい、もう笑い声がうざいっていう方は飛ばした方がいいかもしんない今日の。そんくらいぐらいね、もう笑っちゃって、もう前が見えねえんだよな涙で。僕はどこに行けばいいんだい。涙で前が見えないよ。うん、上の針に当たってチビになる。そして左のボム兵を叩けっちゅうことか。でオンオフをして右に進め。そんな簡単にうまくいくわけないよな。まあ叩いた瞬間すぐ右に行こうか。何か来るんでねえの。バカ君。いやいや、このバネいらないっていうこともある。このまま右に進めるわけねえだろ。やっと落ち着いてきたね。ちゃんと前が見えるようになりましたよ。じゃあここは一番左に寄ってバネを回収する。でここでバネを投げろみたいなこと書いてるじゃん上に。そしたらボム兵が左に来ると思うんだよね。でそのボム兵をキャッチすればいい。そうだな。置いていかないと。でさ、すげえ個人的に気になってることがあるんだけど言っていいかな。このユートさんってね、トロール界隈じゃめちゃめちゃ有名な方なんですよ。でもね、みんなユートさんじゃなくてギリシャユートって言われてるんだよね。いやなんでかなと思って、ここは何もしないでよかったの。何この場所。だから教えてくれる人がいたら教えてください。ここはどうすればいいんだい。P スイッチを発動すればいいのかな。このバネで任せてて、上投げて P スイッチ挟まっちゃったよ。なんだよ今の。
このトゲソウのパチモンキャー。やっぱバネて神アイテムだよな。バグなしでもこんなに面白い仕掛けが作れるんだよ。まあ作る方が天才なんかもしれないけど。じゃあここはバネが出てきた瞬間避ければいいのかな。避けれる、めちゃめちゃ早い時的に。やっぱ無理無理。いや無理じゃん、あれ避けると。ここ何もしなかったらいいのか。そしたら下のバネに入れるっていう感じだね。バネに入るってなんだ、バネに入るって。バネの中身ちょっと気になんない。どんな世界が待ってるんだろうね。これはヒントなのかな。スタート位置のように見えるけど、ちょっと待ってテレサ、スタート位置の上にドアがあるちゅうことか。最初からイヤー。いやでもこれは親切だわ。中間ポイントとかないけど、こっからすぐ別の場所行けますみたいな。これが合理条件のあるトロールコースの基本的な作り方なんかもしんないで、ね、さあ別の場所に来ましたよっと。バネを持ってこいって書いてるけど、バネは持ってこれません。下から行ってみようか。ここが隠しブロックがあるんでねえの。バカか俺は。分かった、上のバネを持ってきてこのブラパン上げろんちゅうことか。じゃあ上に行かなくちゃいけないんだ。ごめんね、よく見れてなくて。じゃあオンオフをしたら僕はこの草に捕まっておく。無機物だ。あんな出方の無機物なんてもう完全にバグじゃん。じゃあここはオンオフして右に行けばいいのね。バーオンオフをしてこの場所で何もしなければいいんだ。そうだ、これで大丈夫。そしてこのブラパンを上に押し上げていこう。そしてこのバネを持っていけばいいんだねんの。バネを持ったままゴールだもんね。オッケーオッケー。でここ下崩れると思いますよ。だから左でジャンプだ。これで問題ない、別に崩れなかったな。でこのバネ持っていく。いや持っていかないとダメだよな。怖え、このバネ。お前何もすんだよ。よし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 、いい子だ。そしてここも上に行きますの。いや上に行かして、上に行かして、上に行かして、上に行きます。いやー、読めたぜみんな。右上のオンオフをするじゃん。そしたら上から大量にバネが出てくる。そうだと思いますよ。さあここで右をシェイパしてもダメなのね。オンオフの場所に行かせろ。右の方でジャンプすればいいのかい。右でジャンプしてもバネは出てこないってことは、この場所で何もしない。そうすると勝手にオンオフが変わります。さあ次の場所に行こうか。そろそろゴールがあってくれてもいいんでねんの。何ここウェイトって書いてるけど大丈夫かな。全然大丈夫。さあまたたまに行こうじゃないか、バネさんよ。何バネちゃん。バカ、そこどかねえと怒るかんだ。こらなんかこの辺からゴールっぽい匂いがめちゃめちゃするんだよな。じゃあバネ、お前は置いていくぜ。この狭い部屋の中で一生閉じこもっとる。閉所恐怖症だったらお前はもう終わりだよ。さあ土管に入っていこうか。土管に入れませんね。どこだそこ。見つけた、ここなんでねえの。右にドアがあってオンオフブロックが3つあるもんな。だからここで一旦オンオフをして、でもう一回上に上がれっていう感じなんじゃない。そうすると何かが変わりますみたいな。この上は、この上は行けそうにない。え、どうしようかこれ。左に戻ってみる。左に戻ると何か変わるみたいな。え、さっきのヒントの意味は何。あ、わかったかもしれん。このバネを持ってくるなっていうことなんじゃない、こっから。そしたら何か変わりますみたいな。いや多分そうだと思うよ。いやそれで何か変わるっていうこともね、ちょっとよくわかんないんだけど、こっからだよな問題は。下に出てる。てかどこ。しかもまたヒントじゃねえか。バネ禁止で、バネでブラパを押し上げるなって感じかな。ちょっとやってみよう。いやそれでいける。このバネでさ、ブラパを押し上げんなってことでしょ。じゃあこのままジャンプするしかないよな。何やってんだ。ここで上に上げて、こっからバネを持っていくなっていうことなんじゃないの。多分これで先に進めますみたいな。いやバネがないけど、あーこれで先に進める。てことはバネがやっぱり先と変わってるよ。たかがバネ一つでこんなに罠を変えてくるなんて、どうやって作ってるんですかね。じゃあここは左を失敗して大丈夫か。お前は襲ってくるだよ。そのままどっか行け。でこっからバネはいるのかな。いやどうなんだろう。一旦持たないで行ってみようか。やっぱ今度はいりますみたいな。そんなことも来そうだけど、これで大丈夫かい。さっき上にオンオフブロックがあったけど、そいつはなくなっているのかい。なんだよここは、どこなんだよ。なになに、ヒント多すぎやしないか。ブラパンところはバネはダメで、その次はバネを持ってこいっちゅうことか。振り回すのも大概にせんか。そういや最近こんなコメントがあったんだけど、僕の動画を彼氏の前で見たらマジで心配されましたっていうコメントがあったんだよね。お前頭大丈夫かみたいな。
いや仮によ、仮にもし僕が彼女がいて、まあ僕みたいなやつの動画を見てたら確かに心配するかもしんない。だから彼氏とか彼女の前で皆さん見るにはちょっと注意した方がいいかもしんないね。何言ってんだ自分の動画で。見てくれてありがとうございますって言えよ。見てくれてありがとうございます。さあ次の場所に進めた。もういいよヒントは。もういいってヒントみたいなのはさ、ブリングヒア、ここにバネを持ってこいってことか。どうやってだよこの上。上行けちゃった。僕の願いが叶ったみたいだ。神は僕をまだ見捨てていなかった。この石味は右を見ない。じゃあ何もしないでも石味はこっちに来ない。そうだろう。石味はよく考えたらさ、ここでバネを置くから。あ、なるほどね。あ、わかったわかった。ただジャンプすればオーフブロックの上に乗れたのか。まあまあ一旦上に行ってみようか。上に、なんで今度開かないの。さっき巻いてくれたじゃんか。もう全て分かっちまったぜ。この扉に入ります。で、ただジャンプするだけでいいんだ。そしてバネを持ってきたまんま来れると。で、こっから下に落とすみたいな感じかな。なんか怪しくないこれ。下に落とす。やめろこのハイガー。ここは下にバネを落とそうとしたらオンオフが変えれるかもっていうトラップなんだろうね。でも僕はそれらを全てかわしてやっとの思いでここまで来ましたよ。さあゴールのお時間だ。石味が出てきたのは分かった。なら男ならゴールまで走っていこうじゃないか。そんな素直な行動を俺がすると思っているのか。いけたー。絶対ダッシュしても素直にゴールさせてくれないんで。なんかあるんだよあの右側。でもダッシュするしかないもんだ。もうこれ以外ないもんだ。頼むゴールさせてくれ。いや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 。なんだよここが。おいバネくんなよ。えふって勝手に作ってんじゃねえよ。お前どっか行け。帰れ帰れ。今すぐ帰れ。でももう分かったもんね。右の土管に入らなければ大丈夫っていうことなんじゃない。でもさ、なんかカロのコーラさっき開かなかった。どうすればいいんだろう。とりあえず右ダッシュしてここでジャンプすれば大丈夫じゃった。いやバネ1個でこんなに罠が変わってさらにこんなに楽しめると思いませんでしたね。さすがユウトさんといったところでしょうか。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。ゴールは目の前46人画面トロアクション。僕はですね、さっきのトロールコースでやられたりません。ただのド F じゃねえか。で、説明文に人画面トロールにおいて隠しブロックを使ったら負けという謎のプライドが発動してしまった。作ったの初めて。初めてなんですね。作ったの初めてでこんなにクリア率が低いトロールコース、恐ろ T。 それじゃあやってきます。クリア率は 1.52%、 最速は 100%。 いや私かなりのトロールコースをやってきてますんで、初めてでもしょうもねかったらしょうもねえって言わせてもらうかんな。何様だよ。さあ始まった。まずはじめにどうすればいいのかな。緑のマリちゃんを避ければいいっていうことは分かった。ならこっからどうするかよ。上に行ってみようか。上は何もシャッカだ。このピースイッチ踏むの怖いよ。絶対踏んだら上から何が出てくるよ。それをよげよよよよよ。面白いじゃねえか。作るのが上手いのかな。めちゃめちゃピンポイントなんだよね、降らせてくる場所とか。で、ここは魚が落ちてきたな。わかった。隠しブロックがないからさ、めちゃめちゃ安心だね。で、右に行けばいい。あの右のリンクを取ってこのドアに入ればいいっちゅう感じかな。そしてこの包帯たちがいなくなるみたいな。あ、やっぱそうだよな。じゃあこっから左ダッシュか。左ダッシュでゴール。これ作った人さ、初めて人画面トロールコースを作ったって言ってたんだけど、初めてのこのクオリティってめちゃめちゃすごくないか。じゃあ左に行ったらダメっていうのは分かった。とどまっておく。とどまっておいて上に行きます。で、パワーブロック破壊しろみたいな感じかな。ちょっと待て、焼き魚から邪魔すんだよ。ナイス。そして左に行くでしょ。いや、これでもまださ、ゴールは開かないのか。で、あのピースイッチを踏みに行かなくちゃいけないと思うんだけど、いろいろ降ってきてんだ。ここも降ってくるんでねえの。やっぱりね、今の剣技はマジでマスターレベル。じゃあピースイッチ踏んで、あれ、ピースイッチ踏んでもさ、ゴール前の砲台いなくなんないんだ。じゃあこっからどうするかだよな。もう一回あの扉入ってってみる。これで砲台がいなくなってたらゴールができると思うんだけど。いや左を進歩する。いやもう一回左もしないでおこうか。何もしない。これはゴールできたんじゃないか。やったいや初めてとは思えないほどクオリティが高いトロールコースでした。とても楽しかったです。どうもご視聴ありがとうございました。